はい、皆さん、こんにちは。テリオンのゲームのお部屋へようこそいらっしゃいませ。ということで、本日お伝えしたい情報が、任天堂スイッチさんで発売するスクウェアエニックスさんの新作ゲーム、ハーベステラというね、このゲームがね、非常に面白そうだなという情報をお伝えさせていただこうと思います。ということで、私、ゲーム実況者テリオンと申します。実況を始めて3年ほどもうすぐ経つんですが、半年ほど途中お休みさせていただいておりました。というのもね、病気がちょっとですね、なってしまったということで、療養で休んでいたんですが、ありがたいことにですね、その間もですね、登録してくださる方、サポーターの方が増えておりまして、現在130名をチャンネル登録者というサポーターの形でですね、増えているといった状況になっております。で、年内にですね、一応1000名の方をですね、募集しておりますので、皆さんですね、チャンネル登録してください。チャンネル登録していただくとですね、こういったようなですね、ゲームの情報とかですね、私が今プレイしている、まあ、四苦八苦しながら攻略頑張ってるっていうですね、ゲームとかもですね、見ることができまして、特にね、スカイリムとかはですね、あんまり攻略情報載ってなかったりすることもあるんで、まあ、プレイをね、参考にしていただいたりすると面白かったりするのかもしれないなっていう部分もございます。まあ、あとはですね、攻略情報載ってても、攻略情報に別に 見ずにやってるんで、こんながむしゃらにやってもクリアできるんだよっていう風に、クリアしたゲームを見ていただいて参考にしていただくのもいいかなと思います。あとね、死にゲーとかもやったりとかしてるんで、死にゲーに関してはね、攻略のね、やり方の参考になったりすることも結構あったりするのでね、赤狼とかは特にそうだと思いますけど、あとダークソウルとかね、まあそういったのも見ていただくとね、非常に面白いかなと思います。あとね、ほのぼの系のやつが本当はやりたかったんだけど、それがね、スタデューバリューってやつがあったんだけど、プレイステーション4でね、販売がね、停止されてしまったんですよ。なのでね、プレイステーション4じゃなくて、まあスマホかスイッチかでしかね、できないかなって、あとパソコンね、でしかできないかなって感じにはなってるんですけど、そのあたりがですね、まあ、しっかりプレイできるようになったら嬉しいなっていうふうに思ってるんですけど、まあ、スイッチはですね、ちょっとなかなか手に入れられなくてですね、なのでまあ、病気の回復のためにも、さらなるゲーム実況の継続のためにも、そして、解像度をね、1080になんとか上げてプレイしたいっていうね、マシンスペック上げたいなっていう、そういったところのためにもですね、皆さんのサポートとかですね、いただけると非常に嬉しく思っております。はい。ということでですね、あと映画の情報とかもお伝えしてるので、ね、そういったのもね、気になる方は見てみてください。まあ今ね、映画で面白いなって思ってるのが、まあ、熊野プーさんのホラー映画ですね。どんな風になるのかっていうね、そのね、なんかね、なんだったっけな、著作権かなんか切れたんで、熊野プーさんをですね、別の、形で描けないかっていう感じでホラー映画にしちゃったっていうね映画があるんですよ。でそれもまあ、もうじき公開するのかな、そういったような情報もありますし、あとスラムダンクのね新作がねなんと出ちゃうっていうね映画ね年末に出るとかね、あと耳を澄ませばの続編が出ちゃうとかね、実写化だけどね、まあそんな情報とかをですねお伝えしていたりしております。映画でねもう一個面白いなっていうのが、なんかねフランスかなんかの映画で3日経つけど、何日間か若返るみたいなさ、そういうなんかね、穴に入ると、なんか3日若返るかな、何日間か若返る、どっちか忘れたけど、時間は経つけど若返るみたいな、そんな感じの、動画がね、映画があるらしくて、昔見たレトロ映画で、マルコビッチの穴っていう映画があって、それは全然意味わかんなかったんだけど、なんかそれに近いような感じのですね、多分映画の、コンセプトだと思うんですけど、だから時間をね、周りの時間を進んでいくけど自分は若返るみたいな、そんな感じの映画で、結末はどう向かっていくんだろうなっていうようなね、そういった映画とかも、ね、情報とかもね、まあ、これは公開してないですけど、まあ、見たりしたり、情報とかを、もう、まあ、ゲットしたりしていますので、まあ、そういったことについても喋れるかもしれません。あとね、ジュラシック、パークのですね、まあ、ジュラシックワールドの最新作ですかね。まあ、これで、終了みたいな感じで出てるっていう映画もね、あれもちょっと期待大ですよね。ということで、外国の方にもご挨拶させてください。Hello everyone, my name is Terion. I am a game driver. I posted a lot of videos so far. I've been playing live for about 3 years, but I was sick and couldn't play for about half a year. I'm aiming for 1,000 subscribers by the end of the year.I would be grateful if you could support me for the recovery of the illness and for the continuation of the gameplay. Please support me by subscribing to my channel ということで行きましょう。ハーベステラ。春の街ネメアのストーリーや環境などの情報が公開されました。仲間の固有の武器やスキルを主人公も使えるジョブも紹介されております。
さあ、スクエア・エニックスさんはですね、8月3日にですね、同社が11月4日に発売を予定している新作タイトル、ハーベストラ、ニンテンドースイッチ、スティーム版ですね。これは11月、スティーム版は11月5日ですが、その人身情報を公開したそうです。なぜね、プレイステーション4で出さないんだ。ハーベストラは四季のあるファンタジー世界を舞台に農地の開墾や人との交流、あるいは世界各地への冒険が楽しめる生活シミュレーション RPG でございます。主人公は自給自足の生活をしながら仲間たちと協力し、脅威を乗り越え四季の変わり目ごとに訪れる最悪の、まあこれね死ぬっていう字が使われてるんだけど、最悪の死ぬ季節の真相で、まあ四季、死ぬ季節と書いて四季ね、の真相に迫っていくと。で今回は春の街ネメアのストーリーや環境ネメアに住んでいるキャラクターのイスティナの情報が届いているそうです。で固有の武器と特徴的なスキルを扱えるジョブがあり、ジョブを持ったキャラクターを仲間にすることでプレイヤーである主人公もそのジョブが使えるようになると。すごいシステムだねこれね。仲間としてバトルに参加するメンバーや重要な人物には彼らが抱えている問題に関する物語、キャラクターストーリーというのがあるそうです。キャラクターストーリーを進めていって彼らの心に触れることで親密度が上がっていき、バトルで様々な恩恵を受けられたり報酬をもらえたりするそうです。そして1年を通じて収穫できる作物もあれば、特定の季節でしか収穫できない野菜や果物があり、それぞれの季節ならではの農作業や料理が楽しめるようです。また畑で育てた野菜や果物を出荷したり、釣った魚を売ったりすることができ、クラフトで作った機械を使って加工品にすればより高い金額で出荷できると。いやこれすごいね。こういうのがさ、最近本当にさ、受けるようになったよね。こういう、なんだろう、生活していく RPG の世界に入って、本当に生活できるっていう、そういうのがね、売れるようになったっていうか、市民権が相当得たよね。ドラクエ10とかもそうでしょ、多分ね。あと FF14 とかもそうですし、その世界に住めるというか、まあ、一種、まあ、こういうのもなんだけど、まあ、現実逃避の部分もあると思いますけど、現実世界じゃない世界で生活したいなっていう気持ちを、願いを叶えてくれるっていうね。そこにはですね、戦争も、ね、争いもなく、優しさだけが広がっていると。そういう世界でですね、生きていきたいっていうね、その気持ちを叶えてくれるっていうね、そういう部分がね、本当にね、ゲームとして需要が出てきたなっていう気がしますよね。俺強えみたいなゲームじゃなくてさ、そこに生活していって、そこで暮らしていくことで、第二の自分の人生を歩んでるみたいな、そういう感じのゲームが、非常にね、なんかこう、売れるようになってきたなっていう感じがしますよね。まあでも逆に言ったら、現実世界でさ、それが、こう、なんかこう、できてない人が増えちゃったんだなっていう感じではあるよね。さあ、春の街ネメア、春のシーズライトの近郊にあり、その影響で一年中桜の花が咲く美しい街、孤児院があり、多くの子供たちが孤児院で暮らしていると。ああ、美しい街なのに孤児院で暮らしちゃってんのか。それはなんかあれだな。春の街ネメアの夜は、幻想的に桜が舞い、昼の景色とは違った表情を見せる街と、スクリーンショットが何本か貼ってあるんだけど、めちゃくちゃ綺麗ですね。で、ネメアのストーリーは、春のシーズライトに巨大な卵が出現したと。それ以来、卵から見慣れぬ魔物が町へ飛来し、住民たちを襲う事件が発生していたと。この町を訪れた主人公は自警団の一員であるアジールと共に、シーズライトの調査をすることになりますと。で、シーズライトへ調査に来た一行、そして彼らを待ち受けるものとは。で、ストーリーが進んでいくそうです。ネメアに住んでいるキャラクターはイスティナ、職業は孤児院の先生だそうです。で、ここで子供たちを育み、命を生かす道を選んだのと。ネメアの孤児院で子供たちと暮らす女性が、イスティナ先生です。感情をあまり表に出さず、理知的で物静かでございます。まあ、孤児院で女性の先生って聞くとさ、約束のネバーランド思い出しちゃうからさ、怖いんだよね、なんか。世界各地の書物を読むのが好きで、子供たちにもよく読み聞かせていると。あ、いい先生だね。これでいろんなことを子供たちがさ、興味持ってくれたらさ、いいよね。ただ、書物によってはさ、結構残酷なものもあったりするから選ばないとね。街の人々に慕われ日々過ごしている彼女は、数年前にネメアへやってきたのだという主人公と出会い、彼女は秘められた過去と対峙していくことになると。そして、ジョブ。固有の武器と特徴的なスキルを扱えるジョブ。そのジョブを持ったキャラクターを仲間にすることで、主人公もそのジョブを使えるようになると。
一つ例が挙がっているのがスカイランサーですね。風属性の物理攻撃が得意なジョブ。槍の長さを生かした広範囲の攻撃が多く、大勢の敵と戦う場面で活躍しますと。こういうのはね、スクエニさん得意ですよね。こういう発想がね。もう、なんか本当にいろんな、ゲームで使われてますからね。こういう要素がね。そして、キャラクターストーリーの交流。仲間としてバトルに参加するメンバーや重要な人物には彼らが抱えている問題に関する、物語、キャラクターストーリーがあると。で、報酬とかですね、恩恵が受けられるっていうのは先ほどお伝えした文と一緒ですね。で、ここからですけど、特産品がね、春の特産品が紹介されております。一年を通じて収穫できる作物もあれば、特定の季節でしか収穫できない野菜や果物もあると。それが春だったら、ニコイチゴ、ネメアトマト、元凶桃、ズッキュウリ。そして春の料理が、イチゴのショートケーキめちゃくちゃ美味しそう。ネメやボロネーザ、これも美味しそうだな。そして桃のローズムース、ズッキュウリのひき肉サンド。春の特産物や料理はまだまだ他にもあるそうです。これね、本当にね、これを、イラストレーターの方がすごい綺麗に描いてくださってるんですけど、これをさ、マジで普通にレシピとして売り出したらさ、まあ、ファンの人は喜んで食べるよね、本当にね。それだけじゃなくてさ、もう他ね、ファンじゃなくても美味しかったら食べるわけでさ、結構いいよね。桃のローズムースとかめちゃくちゃ美味しそうだもん。さあ、生活釣り。釣り竿を手に入れると釣りが可能になります。釣りポイントを見つけて魚を釣りましょう。農産物同様に出荷して換金したり、料理の材料にすることも可能だそうです。で、釣れる魚はですね、場所や条件によっても異なります。釣り竿を強化することで珍しい魚が釣れるようにもなります。そして畑で採れた野菜や果物は出荷することで高くお金が稼げると。そして加工すると、より高く売ることができると。というような情報がですね、公開されているそうです。で、11月4日ということで、販売するそうですので、これもね、また新作としてね、楽しんでいける作品になるんじゃないでしょうか。だから11月はね、まあ、スクエニさんのこれもあるし、ポケモンも発売するんで、スイッチユーザーからしたらかなりあれですね、迷うところですよね。あとね、ディオフィールドも確か10月か11月じゃなかったかな。これもね、結構その、注目している作品であって、なんていうのかな、リアルタイムのストラテジーゲームで、だからキャラクターがですね、その場所で止まるんじゃなくて、もうリアルで指令出していって、ずっとこう動いていって戦闘していくっていうような感じですね。だからトライアングルストラテジーみたいな感じの、指令して動かしていって剣できる、で一旦終わりとかいうターン制じゃなくて、もうその場でずっとこう動いていくっていう、そういった感じのゲームになっております。はい、それもね、確か10月か11月に発売だったと思うので、かなりね、スイッチユーザーとかは、あっちはスイッチ出てたかな、ディオフィールドちょっとわかんないけど、まあ大きな作品がね、いっぱい出るということで、うん。さあ、もう一個言っときましょうか。ガールズサムライアクションサムライメイデンが、3D D3 パブリッシャーですね、ここから発売するということがですね、発表されました。これがどういった作品かというと、一応で発売時期は2022年の冬なんですが、戦国時代の本能寺に剣術が得意な侍 JK が召喚され、地獄の亡者がひしめく本能寺、地下の冥界を忍びの乙女たちと共に駆け抜けるアクションゲームだそうです。で、主人公がですね、侍 JK、玉織紬、そして、紬を守る女忍者は木影、そして、伊代、鋼、小耳、さんかな、あと第六天魔王の織田信長こういった方がね、登場するそうです。でね、これもね、スクリーンショットが貼ってあるんだけど、めちゃくちゃね、キャラクターたちがね、これ可愛いんですよね。このイラストレーターの人誰なんだろうね。ちなみにですね、ハーベステラのイラストレーターはモモさんという方かな。ちょっと待って、安幸長谷川さんか、長谷川康之さん。という方が、描かれたそうですね。非常に、綺麗な絵を描かれる方だな、というふうに思いました。やっぱキャラクターデザインって本当に大事なんで、まあ、そこでですね、結構やっぱ JRPG でこう、キャラ的なね、あれが結構その、重要されたりすることがあるんで、まあ、可愛いキャラクターとか世界観を描けるイラストレーターっていう方は非常にね、大事だと思いますね。
実際そのイラストレーターも人気の職業っていう、まあ人気の職業、子供から人気の職業ってやつを、まあアップさせていただいてるんですけどね、動画で。まあ上位に入ってるんで、うん。あ、まあ需要はね、めちゃくちゃあるんじゃないかなと、個人的には思っておりますね。うん。っていうのもね、エンターテインメントのコンテンツが増えまくってるから、で、新しいキャラクターとか世界観を描ける人をですね、やっぱりその募集してると思うんですよ。となってくると、まあもちろん人気のね、人に頼むっていうのも手だと思うけど、そこはやっぱりさ、お金がかかりすぎるってこともあるから、そうなってくると、新しいね、才能をね、やっぱりその、求めていくっていうのもね、一つあると思うんで、イラストレーターっていうのも、まあ副業、まあ本業で稼ぐのはちょっとやっぱり、修羅の道だと思うんですけどね。うん、大御所もいっぱいいるから、副業としてやっていくっていうんだったら結構いいんじゃないかなっていう気もしております。はい。では、本作では、サムライ JK の剣術と女忍者の忍術を連携して戦う、剣、忍び一体、アクション、護衛システムが特徴、袈裟斬り、胴斬り、一つなどの強力な斬撃で亡者を切り捨てる、紬の剣術と、区内攻撃や爆弾からくりワイヤーアーム、氷結の陰陽術など、陰陽術など、三人の護衛による様々な忍術を同時に駆使しながら大量の亡者たちを蹴散らしていくというと。うん。いや、これはね、うん、スクリーンショットしか出てないけど、まあ面白そうだよね。さあ、あと護衛が持つ生命エネルギーを分け与えて、紬をパワーアップする禁断の術、口づけの術が使用できる。口づけの術を活動するには、お互いの手や顔、体のどこかを触れ合っている必要があり、中でも唇と唇を重ねることで、術の力は最大限に膨れ上がる。待ってくれ。これはちょっと、いきなりなんか、すごいの来たな。ちょっと有利展開だね、これね。しかし、いきなり唇を求めることはできず、最初は手などの軽い触れ合いから始めて、幾多の戦闘を経て、互いの絆が十分深まった後に初めて唇を重ねるのが、口づけの術の極意であり、マナーとのことだと。なお、メインキャラクターデザインは、イラストレーターの、ミュアノラグさん。あ、ミュアノラグさんっていう方がやってらっしゃるそうですね。うん、ちょっと、どういったプロフィールの方なんでしょうね。気になりますね。うん。他になんか書いてる作品があるかな？まあ、ちょっと、わかんないところもあって、人気イラストレーターとかもさ、また今度調べてみようかなと。めちゃくちゃ気になるんでね。私は個人的にね、結構、いっぱいいろんなね、絵が上手い方がいるので、なかなかその、人気になれるかどうかっていうのはかなり難しいところはあるけど、ただ、需要はめちゃくちゃある業界なんじゃないかなっていうね、気はしてるので、結構面白い、挑戦になるんじゃないかなと、イラストレーターってね。っていうふうに思ってますね。商業的なね、イラストだけじゃなくて、例えばスーパーのね、イラストとかね、そういったのとかもそうですし、企業のね、案件、イラストの案件とかもそうでしょうし、幅広くね、できることはあるんじゃないかなっていう気もしますよね。で、一応トレーラーもあるね、これね。トレーラーもね、今度見てみようかなと思います。で、一応、PlayStation 5、PlayStation 4、Switch、Steam でね、発売するそうなんで、これはね、PlayStation 4でもできるみたいですね。花は桜木、JK は侍、戦国乱世の魔を斬るガールズ剣撃アクション。激しい黒煙を上げて燃えるお寺、周囲で飛び交う数多の兵たちの怒号、目の前に立つヒゲのおじさんは織田信長、戦国時代の本能寺に剣術が得意な侍 JK が召喚されました。地獄の亡者がひしめく本能寺地下冥界を忍びの乙女たちと共に駆け抜ける。侍 JK の剣術で両断し、美少女忍者の忍術で一掃する剣忍一体のアクション護衛システム、乙女同士の唇を重ねて能力を高める口づけの術など、爽快&唐突に溢れるバトルが展開。さあ。これがね、なかなか、一応ね、小説的な感じでプロローグが書いてあるんだけど、織田信長がいちごパンツで本能寺の変、いちご、82だからいちごパンツか。玉織紬は放課後の教室で居残り勉強をしていた。歴史の勉強は苦手、意味のない年号の語呂合わせは特に嫌いだ。とりあえず戦国時代に生まれなくてよかった。歴史の教科書のどこを開いても戦いの話ばかりなのを見て一人つぶやく。気を失う前の紬の記憶はここで終わっている。目覚めたのは教室ではなく炎に包まれたお寺、本能寺だった。死にたくなければ戦うしかあるまい。自ら織田信長と名乗ったヒゲのおじさんが言う。信長の顔なんて知らないけど、少なくともいちごパンツを履いていそうになかった。紬に渡された、ん
骸骨の群れがお寺の中に押し寄せてきた。紬にわた手渡されたのは一振りの日本刀。剣術のお稽古で触っていたような偽物じゃない。これは真剣だ。やればいいんでしょう。どうせやるんだったら思いっきりやってやるわ。天正10年6月2日、本能寺の変。戦国時代の英雄、織田信長の最後の日に一人の JK が紛れ込む。新しい歴史が教科書に刻まれるか、それとも。いやー、これ、ちょっと面白そうだな。D3 パブリッシャーやってきたな、これ。正直パブリッシャーのさ、最新作のさ、なんだったっけ。地球防衛軍の6かな。よりかはこっちの方が気になるな。キャラクターがね、やっぱキャラ、日本、和芸ってさ、やっぱりこの和芸ってキャラ芸のところが結構あって、個人的にはそういう風にちょっと思う部分もあって、キャラがね、可愛いか可愛くないかで、結構やっぱ、ね、売り上げも変わってくるんで、まあそのキャラ芸の部分はね、十分満たしてるからね、さあ、今回はこういった情報をお伝えさせていただいておりますが、ミワのラグさんは日本史とホラーゲームが好きなイラストレーター。透明感のある情緒的なイラストを得意とする。主な作品として水に溺れて夢を見るミラーのラグ作品集、隣の席の元アイドルは俺のプロデュースがないと生きていけないなどを手掛けていらっしゃるそうです。そしてファースト作品集が、水に溺れて夢を見るミラーのラグ作品集というのが、出ているそうです。構想から5年、水没の危機にさらされた町を舞台に、人とあやかしとの戦いと共生の物語を描いた渾身のオリジナル作品、原用水機炭をはじめ、ミラノラグの透明感あふれる、ヒッチと躍動感ある構図が魅力の傑作、代表作を多数、収録しているそうです。はい、ということで今回はね、こんな感じでですね、2つの情報をお伝えさせていただきました。結構ですね、情報としてはですね、ボリュームがあったかなっていう気はするんですけど、ハーベステラですね。まあ、どっちも期待ですけど、まあ、長く楽しめるコンテンツとしては、ハーベステラの方が長く楽しめるコンテンツなのかなっていう気は しますけどね。一応、まあ、ストーリーもんだと思うんでね、もう一個のガールズ・サムライ・メイデンはね、ストーリー進めていってクリアするみたいな感じだと思うんで、まあ、生活していくっていうね、まあ、その世界で生活するっていうのを楽しみたい方は、ハーベステラやっていただくといいんじゃないかなと思います。ただ、スイッチと、まあ、スティームだけなんで、まあ、ハードがね、ないとプレイできないんで、私みたいにスイッチがない人はちょっとプレイできないというのは残念ですけどね。スイッチはね、本当にね、スイッチでしかできないゲームが結構ね、いろいろあって、それが結構ね、面白そうなやつがいっぱいあるから、悔しいんですよね。スイッチがあったらなーっていうのはね、やっぱあって。グラフィックはもちろん落ちるんだけどさ、プレイステーション4と比べて。でもまあゲーム性が高いとそれだけで十分ね、楽しめるっていうのもあるんで、まあそこら辺をね、十分ね、楽しめるっていう人でしたらもうスイッチやっていくのがいいんじゃないかなと思います。ということで今回はですね、2つの情報をお伝えさせていただきました。ハーベステラとですね、サムライ JK ですね。JK のサムライ剣撃アクションということで、ちょっとタイトルが出てこない。ちょっとごめんなさいね。まあその2つのね、情報についてお伝えさせていただきました。これがね、結構長いんでね、情報がね。サムライメイデンね。サムライメイデン。2つ情報をお伝えさせていただきました。まあメイデンはまだ発売日決まってないんで、まあただ年末には発売すると思うんで、またね、これが年末に発売するとなると、9月がドラクエ、もう一個ね、9月なんか面白そうなのあったんだけど、覚えてないんだよね。ドラクエと、で、10月がペルソナでしょ？で、11月にこのハーベストとかが出ていって、あと、ポケットモンスターですね。ポケモンの新作。そして12月がこの、サムライメイデとか、あと、あれですね。ファイナルファンタジーの、リメイクのやつですね。リメイクの、第2作品は2023年の冬なんで、リメイクの、PSP で出てたタイプですね。クラウドが主人公じゃないやつ。が出るということで、年末はね、そういった風な流れになってるかと思います。まあ、ビッグタイトルがね、結構いっぱい出るんで、あとは洋芸ですね。洋芸のビッグタイトルはね、まあ、ラグナロクですかね。ゴッドブオの新作とかも多分年末の方に確か出るとかいうのもありましたし、あとディオフィールドもあるか。ディオフィールドも出るし、ディアブロとかも出てるんじゃなかったかな。結構今年はね、年末に向けてね、がっつり作品が出るんで、まあ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 、期待して待ってみましょうかっていう感じでございますよね。私の実況もね、そこまでにね、どれぐらいの実況が終わらせられてるかってとこなんですよ。
一応ね、今年明けまで撮ってあって、すでに。まあ、ロマンシングサガ3とかもね、ちょこちょこプレイしたりしてるんですけど、あとね、FIFA のね、22とかもね、プレイして、あ、そうそう、FIFA も出るんだね、ね、9月の末にね。FIFA の22とかもちょっとプレイしたりしてて、まあ、FIFA 情報もね、また次お伝えさせていただこうと思います。はい、ということでね、また次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。よろしくお願いします。では、またねー。バイバイ。Thank you for watching. If you like this video, please subscribe to my channel. またねー。